寝てる。起こしたら悪いな。こう落ちるかな。ここもう川だ。ちょっと寝てるよ。起こすってさえやんないんだから。白鳥はもう。おお、白鳥。少し寝てていいからね。まだやんない。チューニングしてこい。今多分6時半ぐらいです。そろそろ。逃げるねよ。今日は手伝ってやるんだからな。でも俺がやった時は逃げたけど、手伝ってやった時逃げなかったらまずいよな。取れるように難しいな。カメラ落としちゃった。湖に落としちゃったら終わりかな。特にあの DA白鳥はあの逃げるかどうかやってるって。ああ結局あの緊張感を取ってもらうことないですか。 OKやるよ。今日逃げるなよ絶対。僕がこうして歌っているのは白鳥たちが君たちがいるからさ。白鳥たちがいなかったとしたら歌っぽって聞いたことある。歌おうさみちくなんか。あ、逃げるか。逃げるなよ。早速逃げるよ。ちょっとだけだね、でもね。手伝ったまま、引いてくれます。もうすでに白鳥は逃げる準備をしております。ガハハハハ。お前らあの止まっている必要ないから、嫌だったらすぐ逃げていいからね。いやちょっとお待ちください。今あの準備してるからね。だからあのさ、ギター弾かれたら迷惑だもんな。久々にでも、そう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 、遠慮しないで逃げていいからね。
ガハハ。さあ、さあどうなるだろう。手塚さんの素敵なギターを聴いて喜び、拍手喝采をするか、それともとっとこと逃げるか。では少し拍手はパワーアップにして様子を。 DDAA お、やり出しました。さあ、白鳥が逃げることだ。皆さん見てください、白鳥の動きを。あらま、少し寄ってきたな。聞いてくれてんだから出たかよくわかんないけど、まだ途中だよ、最後までやってね。あんま覚えてねえ、2番が覚えてない。あ、そろそろ逃げたいみたいだ、あそこに1匹。 あ、逃げるよ。あ、逃げた逃げた、途中やめたら逃げちゃうよ。今切れちゃった、はい、切れちゃった、弦が。あ、今消した、弦が切れたから。あ、みんな行っちゃうね。1本切れたの、切れちゃった。なんか押さえてられない。じゃあ